大谷ネットの平林昇です。今回はですね、私どもが設立していますホームページ大谷塾についてお話しさせていただきたいと思います。このホームページ大谷塾、どちらかというとこう道場っていう意味合いが強いかもしれないですね。いわゆるこの精神をですね、気持ちを練るっていうことと、それから実際にこう体を動かして鍛えるっていう、こういう場ってことなんですね。でこの精神の場っていうところなんですが、もうまさしくこれはですね、自分でやろうってことなんですね。自分でお客さんをもう見つけてしまおう、それにはどうすればいいか、それがホームページ大谷ってことなんですけど、もう名が体を表すってことなんですね。でこのホームページ大谷ってことをですね、徹底的にこういわゆるこう研究していただいて、突き詰めていただいて、それで自分のそのやり方っていうものをですね、こう作っていっていただきたいと思います。マイメソッドですね、自分のやり方ですね。それぞれ地域も違うし、もう状況違いますから、自分のやり方っていうものをいわゆる作っていってもらいたいってことなんですね。マイウェイですね。で基本的にいわゆる情報に勝とうってことなんですね。で完璧にですね、大谷さん情報に負けちゃったんです。情報戦に。これはですね、実際このインターネットのこう出現する以前というのはですね、いわゆる駅前の不動産屋さんがいわゆるお客さん窓口のすべてだったんですね。でこれにですね、いわゆるその不動産屋さんがインターネットを使ってもう一つのこう間口ってものをこう握っちゃったんですね。本当だったらこの間口はある意味その大谷さんが作らなきゃいけなかったものをこれ作らなかったわけなんですね。ですから本当にそのいわゆるお客様情報っていうか、いわゆる引き合い情報っていうものを完璧にいわゆる大谷さんじゃない第三者に握られちゃったってことなんですね。これをいかに奪還するかっていうことを真剣に考えないと、本当にこのいいようにこうコントロールされちゃう、あるいはこうある時プツッと切られちゃう、何があってもこう当たり前の状況に置かれちゃってるわけなんですね。でこれはもう本当にある意味大谷さんが情報戦に負けたっていうですね、このまずそのいわゆる認識をしっかりしてですね、どうやればこの情報戦に勝てるか、お客様を直接持ってくれるか、お客様情報ってものを一番のその経営の原資ですよね、お金以上に重要なことなんですね。お金は返さなきゃいけないわけなんですね。だけどお客様情報ってものは基本的に返す必要のないいわゆるお金ってことなんですね。だからここのところをですね、どうやってその自流っていうか自分のやり方でこの仕方っていうものを考えていくか、その場にしていただきたいんですね。このホームページ大谷塾、ホームページいわゆるこの道場ですね。だからその考え方とですね、それから実践というものをここでしっかり自分がこう練ってもらいたいと思います。ここのサイトにこうたどり着いて、何かあった時にで実際にこのいわゆるこの塾が何丁目何番地、何県何丁目何番地にあるっていう実態のあるものじゃないんですね。実際ネットの中でいわゆるここにたどり着いていただいて、何かあった時に自分のこう道っていうものを見た時にですね、一回こうしっかりここにもう一回戻って、でもう一度どうすればいいかっていう部分です。ここに戻りながらまたこういわゆるこう外に出るっていうですね、ここのいわゆるこう原点にこのホームページ大谷塾をしていただければいいかと思うんですね。で実際今度は同じような人たちをと一緒にですね、こういう仲間っていうものを作っていければですね、もうネットワークというのは数なんですね。数さえあれば大企業にだって勝てちゃうんですね。これがネットワークの強さなんですね。ですからまず一人一人がですね、いわゆるこの情報戦にいかに勝てるかっていうことを、いわゆる自分のやりようってものを作って、でそういう人たちがいわゆる類が友を呼ぶじゃないですか、そういう形で仲間を作りながらですね、この仲間である意味では本当にこの情報に勝てる、大企業に勝てる、共同受注がある意味大企業を誤して勝てるっていうですね、こういうその流れっていうのを作っていきたいんですね。ですからこのいわゆる従来あるですね、いろんなこう大谷塾なんて言ってこう名乗ってたくさんこうあるわけなんですが、
基本的に大きな違いっていうのは、現行のその制度をいわゆるうまく運用しようっていう上でこうなんていうんですかね、あの塾っていう考え方じゃないですね。まさしく今の現行の仕組みっていうものを、まあ、全面否定とは言わないんですけど、少なくともこの法律の上にのっとっとですね、いわゆるこのフェアっていう状況を取りながら、いわゆるこの仕事をしていく、このやり方っていうのを大家さんのやり方を考えましょう。今不動産屋さんのやり方にある意味ではもう動かされちゃってるから、今度は大家さんのやり方にシフトをして、大家さんがいわゆる主役になるこの賃貸経営っていうのをやりましょう。それにはどうすればいいかっていうことをいわゆるこう練ってもらって、実際にこう体にでこういわゆる実践していくってことですね。そのこう起点にですね、このホームページ大家塾をこう利用していただけばいいと思うんですね。でこのサイトにですね、いろんなこの動画こうメッセージとかですね、いわゆるこうホームページの内容をこうリンクしておくようにしますから、本当にこう仕事に迷ったらっていうことですね、ここにたどり着いて、こう本当にこういわゆるこう黙想じゃないですけど、そういう時間を取りながらですね、でこう元気を出していただいて、またこう仕事にこう立ち向かっていけるようなですね、そういういわゆるこのサイトっていうのか、このホームページ、まあ、大家塾ってことでですね、あのうまくこういわゆるこうなんていうんですかね、自分をこう奮い立たせるこのバックボーンとしてですね、まあ、ご利用いただければと思います。よろしくお願いします。